今、健康食品業界や健康志向の人たちの間でにわかに注目を集めているある食材があります。麦ご飯やビールの原料にもなる穀物、大麦です。大麦が注目されている理由、それは食物繊維の豊富さです。その量はなんと白米の約20倍、玄米の3倍以上で、中でも水に溶けやすい水溶性食物繊維 β グルカンが豊富に含まれている食品なのです。 β グルカンは水分を吸収してゼリー状になり、脂質や糖、ナトリウムなどを吸着して体の外に排出する働きがあります。そうした特徴が注目され、今健康志向の人たちの間でブームとなっているのです。そんな大麦を丸ごと手軽に食べられる食品がこちらのあかねグラノラです。日本で初めての大麦を丸ごと使ったグラノラで、原料の大麦はすべて熊本県産、硬くなりがちな大麦を程よい食感に仕上げています。開発者の松本さんは元家庭科の先生で、授業で教えていた大麦の性質に着目してこの商品を開発したそうです。学校の授業の中で食物繊維のたくさん含んでいるものの中に大麦っていうのが出てきてたんですね。で、それが胃の中で膨れて食べ過ぎを防ぎダイエットにつながるという授業内容があったんですね。で、それも思い出して大麦で作ったらどうなるかっていうのを試してみたの。あかねグラノラを製造販売しているのは熊本県の株式会社プレシード。このあかねグラノラで熊本食品科学研究会大賞や九州ニュービジネス奨励賞など数々の賞を受賞しています。食べたらね、体にもいいはずだと我々が信じているもの、自分の子供や孫にも食べさせたいものというのが私の事業コンセプトですね。地道に、そしてファンを作っていきたいと思っています。